モハーチの戦いは1526年8月29日にハンガリーのモハーチ平原で行われたハンガリー王国軍とオスマン帝国軍による開戦。当時オスマン帝国はスレーマン一世の時代で1522年にロドス島の西洋ハネ騎士団を退けるなど国力、戦力ともに充実していた。スレーマン一世はベオグラードをヨーロッパの玄関と言い,い、 さらなるヨーロッパ進出に意欲を見せていた。1526年4月に、スレーマン一世は6万人以上の兵力と300門の大砲からなる大軍を模様し、ハンガリー征服のためイスタンブールから進軍した。迎え撃つハンガリー軍は20歳の国王裏ヨシにせい、率いる3万人の軍勢であったが、トランシルバニア公サポヤイアーの氏からの3万人。 遠赤のハプスブルク家やボーヘミアからの数千人の火星をえ兵数としては互角であった。ところが、オスマン帝国軍がドナウ川のほとり、もはや地に姿を現すと、ハンガリー軍は援軍を待たずに戦いを挑んでしまう。さらに、ラヨシュ二世が増水した川を渡る途中で落馬して、戦死。統制が取れてない、ハンガリー軍に対しオスマン帝国軍は、 組織的な戦術を展開し圧勝した。戦闘後、9月にはスレーマン一世はハンガリーの首都ブダに侵入し、帰国した。この戦いでオスマン帝国軍が勝利した結果、ハンガリー領は3分割された。ハンガリー平原へと進出したオスマン帝国はハンガリー中央部を150年間支配した。空意となったハンガリー王には、 ハンガリー貴族によって選ばれたサポヤイヤーノ氏とハプスブルク家によって1515 15年の規定に従い、ハンガリーとボヘミアの王に選ばれたカール5世の弟、フェルディナントが即位し、二王朝が対立した。3年後の1529年、ハンガリー王位の争いに敗れたヤーノ氏の要請に応じて、スレーマン1世は再び、ハンガリーに進軍し、さらに、ビンを包囲した。 ありがとうございます。